ネパール人の捨て上げをどこで見たって？スマホ。まあそれはスマホだよね。どんな動画やってるのかさ、まだ見てないからどうしてて。説明なんかできない、説明したらもったいない。あれは見た方がいい。あ、そう。なんて調べれば出てくるの？ネパール捨て上げ。ネパール検索候補の一番上に今出てくる。あの、このラウとネパール人留学生。あ、粉雪から言った方がいいね。粉雪。粉雪。まあ別に再生しても多分著作権侵害とは言ってこないだろうから。ああ、そうか。まあまあ大丈夫だろう、ほら。これスキップしない方がいいの？いや、スキップしても全然平気。本当。もう気楽に。それであとそのまま。うん。違う歌歌ってるんだよね。これ粉雪。いいでしょ、堂々としててさ。どんな歌だったっけ。君のすべてのもう忘れちゃった、すいません。どんな歌か忘れちゃった。全部覚えてすごい感じで歌。これまだこれだけなんでしょ。あの、もっとあるわけでしょ。これの後ラーメン食べる動画。ラーメン食べる動画、うん、日清カップヌードル。そう、それを見て、そこコメントも読む。皆さん、うん、もうコメントも読み始めて、まず見る。全部見る。うん、出だし。今日はラーメン食べたいと思います。大事なセリフ出るわ。お湯入れて15分経ったラーメンです皆さん皆さん、いただきます。15分いただきます。あのね、皆さん、あのお箸はね、あんまりあのできないんですけど、ネパール人だからでもラーメンの方が美味しいだから食べたい。15分だったらお箸難しいって。食べたいと思います。コメント、コメント、もうコメント読んでいいの。いただきます。1個目のコメント。あ、お湯入れてから静かなところ探したら麺が伸びて。お湯入れて10分。もうお湯入れてね、15分になったのでね、もうちょっとそれラーメン、ね、もしくは何、急に台風の中で粉雪を歌い始めた。めちゃめちゃ自己紹介的な動画だし、すぐと自己紹介の動画だけど。あ、自己紹介する前に何、ラーメンとラーメン食べて粉雪歌い始めたの、この人。粉雪歌ってラーメン食べて、うん、自己紹介。それから自己紹介じゃん。あ、面白いね。素晴らしいよね。へえ。日本にはね、お箸使わないといけないんじゃないですか。それでね、ちょっとね、やっぱ手で食べるんだ。15分だって美味しい、美味しい、美味しい、いただきます。あのね、皆さん、僕はこのラーメン、これが一番大好きですよ。でもちょっとね、なかなかね、お箸はね、使うことができないんで、皆さん、あ、この動画もう撮れなくなっちゃうね。これでいいや。